私たちはアミンチュを応援しています。みんなでニュースを作ろうよ。不思議で楽しい滋賀県をいっぱい見つけるプリン。知ったかぶり、ガイツブリ側になって。僕らが取材に行くよ。それが知ったかぶりガイツブリニュース。この番組は個別指導学院フリーステップ、改正教育セミナー、ディアライフの提供でお送りします。安野おっさんガイツブリ琵琶湖一周アンケ。7月1日琵琶湖の日を PR するため、今年も歩いて琵琶湖を一周する安野おっさん。果たして7月1日までに190キロの道のりを歩けるのか。今年は時計回り、目指すゴール地点は大津港です。6月11日昼2時30分アンギャ16日目、安野おっさんは湖北水鳥ステーションから長浜市八木浜を目指してスタートしらった。今回は6月12日のアンギャも続けてお伝えします。みんなお見送りおきに、今日は珍しく昼から湖北水鳥ステーションから出発すんね。行ってくるわな。あ、横川へて昨日出発したとこがぐるんと回ってここまで流れ込んでんかな。また会えたな。こんにちは。愛知県から来ました。来てくれた、大きい。上り下り終わった思ったら今度は長い道やな。絶好の景色の中休憩中。まあ、もう枠止まってんねん。開け、ごまん。あかんよな。皆さんの作ったきなこ餅もうたで。大きいな。お腹すいてきた。やったー、こんにちは。嬉しいな。覚えてんで。差し入れてくれたん去年も。これ7月1日ビアコンの日。あ、これ知ってる、見せて、行ってみた。5時半か。ちょっと暗くなってきた。いぞー。紹介。去年来てくれた賑やかな保育園のお坊さんたちや。あ、結婚したの？報告来てくれた？おきに、おめでとうな。ありがとう。幸せになってな。ありがとう。こんにちは、来てくれておきにな。みんな可愛いな。今日は水鳥ステーションから歩いてここ八木浜まで来れたで。なんか昼から歩いたからちょっと黒なってきたけど、こんだけのみんなが応援に来てくれた、ありがとうな。おはようさん。今日は八木浜から出発すんで。今日もあいにくのお天気やけど、なんとかフランと持ってくれたらええな。今日もまっすぐな道わし歩くで。ほな行くわ。お、中はもう大浜って生ビール見とるよ。やっと姉川まで着いたで。あー、とうとうここまで来た。妹川は通るんやったっけな。大きいな。あ、ヤッキー、なんやろ、カッパ天国。来てくれた。頑張ってください。気ぃつけてな。お天気もったいな。ありがとうだおっさん。カッパ持ってる？え、カッパ持ってんの？持ってるよ。わしも持ってる。
とうとう雨降ってきらった。またカッパ出動。気をつけて。雨の中来てくれて大きいな。濡れたらあかんで。あじり、あじり、濡れるで。今日誕生日な。おめでとうな。いくつになった？三つ、お答えれたな、おめでとう。ハッピーバースデートゥーユー。えらい、斜めんとこに機械置いたな。大きいな。大きい。長浜にも基本ってあんねんな。今ちょっとこのカッパ、キュートって噂なんやで。やっぱり、おきに。あ、喉乾いたから、あの給水と飲み飲んでこかな。あ、雨激しくなってきた。ちょっと急ごう、急ごう。今日雨やから、歩きながらでごめんな。金棒町の公園にゴールしたね。おいしょ、おいしょ。6月11日、16日目のアンギャは長浜市八木浜で終了し、6月12日、17日目のアンギャは長浜市金棒町湖岸沿い公園で終了。これで歩いた距離は 99.3 キロ。6月13日は近江母の里を目指します。安野おっさん、今どこ？リアルタイムな情報はツイッターでチェックしよう。特設サイトあります。安野おっさんで検索してね。 CM コーナーだもん。僕は先生、計算が苦手なんです。大丈夫よ。開成教育セミナーは最初から成績がいい生徒ばかりじゃないんです。塾に入ってからの伸びがすごいのよ。これを見て。すごい、僕も頑張れそう。成績が伸びる開成式指導法とは、一人一人の面倒を見る少人数制、短期と長期で復習、リピート学習法、定期テスト対策も万全、授業のない日もインターネット授業が受けられる、大学受験までずっとサポート、小中高一貫指導で合格できる。まずは今すぐ資料請求。フリーダイヤル 0120-04-1232。 は個別指導学院フリーステップ、開成教育セミナー、ピアライフの提供でお送りしました。